どうも、カラダ道場ラフセコキ挙者の代表、高野清史です。えー、オリンピック、続いてますが、ああれですね、平野歩夢選手、金メダル取りましたね。ハーフパイプ、すさまじいですね。トリプルコーク、1440。これ、流行語大賞取りますかね。はい、それぐらい、あのー、すごいなと思ったんですけど、 まああの新潟県人としてすごいな同じ県にこういう人いるんだっていうところありますけれどもあのまあ何がすごいって全部ぐるぐる回ってるってことすごいんですけど僕高いとこ苦手なのであのすさまに十何メートルそのパイプの一番下から考えるとパイプのそのリップまでが7メートルちょっとなんですってね。 でそこからさらに6メーターぐらい67メーターぐらいいくので134メートル上から落ちてくるめちゃめちゃ怖いですよねもともと高いところ苦手でもう腰がじゅ,こうじゅわーんとくるような怖さを持ってるのでもう考えられない世界なんですけどまあ本当にあの中でぐるぐる回ってもう全く想像がつかない陸上とか走るとかあの泳ぐとか だったらこういうい感じかかなとか動作分析もちょこっとできるんですけどハーフパイプとかのエアリアルとかスキーも正直ボードしかやったことないしってなると本当あの想像滑ってターンとかだったらまだ分かるんですけど飛んでぐるぐるなんていうのは本当にやった経験がないので。 ああいうのちょっと体験してみたいなと思いつつ体験するとまたちょっと自分の動作分析の経験も上がるのかなってちょっと思いながら見てましたいやーほんと凄まじかったですねただ NHK はその勝負の3本目の時に たまたま時間的にサブチャンネルに切り替わるところで結構見れなかったっていう人が多かったみたいですけど、まあ、あれはまちょっとしょうがないプログラム、プログラムされたところなんで、サブチャンネル行くんだなと思った瞬間からもうリモコン持ってあのチャンネルプラスのやつを押すっていう構えをしてたので、あの、それで行けましたけど、やっぱ見れない人はいたみたいですね。まあ、それ批判されてるみたいですけど、 まあ仕方がないですね、ああいうタイミングになっちゃったっていうことで、まあ、たサブチャンネルに切り替えはできたんだけど、サブチャンネルの画質が悪いんですよね、まあ、その辺だけちょっと、まあ、嫌だったな、綺麗なやつでズバッと見たかったなっては思いましたけどね、はあまあ何にせよ、平野歩夢選手、ね、新潟県人、金メダル素晴らしいと思いました。皆さんんて興奮ししたんじゃなないでしょうか、まあ、かなりあの 家で叫んじゃいましたね。家族で、うわーとか言って言っちゃいましたね、はい。というところで今日は以上です。それではまた。